最近スーがハマってる調味料は、塩なんだけど、塩にタイの味がついてるの。知ってる？タイ塩っていうやつ。あ、そうだ、マダイのだし塩ってやつですね。皆さんこれマダイのだし塩ってやつです。これ皆さん覚えておいてくださいね。これの美味しい食べ方を今から伝授いたします。まずですね、お茶碗を用意します。そこに、そうだな、まあ冷凍食品でもいいし、シューのおすすめは無印良品に売っている冷凍食品の五穀米の焼きおにぎりっていうのがあるんですけど、その焼きおにぎりをお茶碗に入れて、でそこにマダイのね、そのさっきの教えたお塩をスプーン、まあ、そんなに大盛りじゃなくていい、スプーン一杯ぐらいまあ入れて、でお湯をかけます。そうするとお茶漬け焼きおにぎりフューチャリングマダイのだし塩マジで美味しいみんなもね、やるといいよ。実食いただきます。あつ、冷ましましょう熱かった。うまいみんなもよかったら試してみてねー。